こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物リハルです。はい、こんにちはというよりもこんばんはですね。仕事から帰ってきたところです。3月10日の金曜日です。はい。仕事が終わって帰ってきたんですけど、今日はね、やっぱりカバンってリュックが一番楽だなっていうお話をしようと思って、ちょっとこの格好からスタートしてみました。はい、私は最近もうこのリュックを背負って仕事に行っております。もうね、どこからどう見てもどう考えてもこれはビジネスマンが使うことを想定したリュックでございますね。はい、それまで私はお仕事柄持ち物とか服装は自由っていうのもあって、だから着物で仕事に行けてるんですけど、その仕事道具をね、こういうおしゃれなカゴバッグに入れたりとか、あと風呂敷カバンに入れたりとかして、基本的にこの手提げのねカバンで持ち歩くっていうことをしておりましたが、ここ最近ずっとリュックを使っております。で、なんでリュックにいきなり転換したのかっていうと、このリュックを買ったからなんですよね。で、このリュックを買った理由っていうのが必要になったからなんですよ。私じゃなくって、私の夫がね。そうなんです、私の夫の仕事上、なんて言うんだろうな、そんな毎日こういうビジネスカバンは必要ないんだけど、年に 1-2回ぐらいこういうのがね、ちょっと出張とか、なんかいつもの仕事じゃないところに出先に行きますみたいな話になった時に、いつもなんていうの、こういうビジネスみたいなスーツ着るような感じの仕事じゃないので、適当なんて言ったらあれだけど、ね、適当なトートバッグとかで行ってたんですけど、さすがにそれじゃまずいなって時用のかっちりめのビジネスカバンが必要ということで、これを購入するに至ったというわけでございます。これね、リュックになってるんですけど、しまえるんですよ。確かこれユニクロとかじゃなかったから、なんかそういうねとこで買いましたね。背中のベルト、ショルダーベルトっていうんですか、をここにしまい込めば、横持ちの、あとここからね、持ち手をこう出すと手提げになるみたいな、そういうね、ちょっといろいろ小細工があるタイプのカバンなんですけど、よいしょ、そうなんですよ。一泊とかの出張で、まあ、ちょっとビジネスっぽいカバンが出先で必要だなみたいな時とか用に、移動中は楽なリュック、なんかちょっと会議とかあるかもしれんみたいな時は手提げにしてみたいな、そういう風な運用ができるカバンっていうのが必要になったので、まあ、急遽買ったというわけでございまして、そしてね、今までも持ってなかったわけではなかったんですよ、カバンを。ただあまりにもそのなんていうの、出番が少なすぎて、で出番が全くなくって、しかもビジネス用のカバンなんて使わないならもう一生使わないじゃないですか。別に可愛いわけじゃないし、これまあ好きな人は好きかもしれないけど、別にビジネスじゃないんだったらもっとね、機能性の高いリュックだっていっぱいあるし、もっとデザインのね可愛いリュックだっていっぱいあるしっていう話で、一生使わないわけですよ。重たいしね、あとはちゃんとしてるやつって、っていうわけで片隅に追いやられてたわけなんですよね。でいざ使うってなって出してきた時の、まあ、型崩れもひどかったんですけど、こうカバン開けた時にちょっとカビっぽいかもみたいな状態になっちゃってたんですよね。本当にね、まあ、学生時代から使ってたその就活とかでねカバンだったみたいなんで、まあじゃあもうちょっとさすがにカビはまずいよなっていうので、そのカバンは、まあ、さよならしたんですけど、っていうので新しくカバンが必要になった時に、もうじゃあちょっと閉じ込めてカビさせるようなことはないようにしたいなというわけで、じゃあ普段は私が使うよっていうのでこのカバンを導入したというわけでございます。そうなんです、カバン、まあ、多分これはカバンに限らず何でもそうなんだけど、ほんとしまい込むの良くない、マジで。しまい込むとそれはカビになるということがとてもよく分かった、まあ、経験ですね。なので使うものしか置かないようにしないとまずいなっていうことを今自分で言ってて、おそらく着物が大好きな皆様の心にもちょっとチクチクくるなみたいな気持ちになるかもしれないっていう、そういうことですね。
着てない着物、うん、みたいなね。まあ振り袖とかそんなしょっちゅう着るようなものじゃないものもね、まあ、あるけど、でもやっぱり着ないなら着ないにしたって虫干しで出してあげるとかね、そういうなんか 手入れをしてあげるっていうことが必要なんだなっていうことを非常に学ばせていただいた、学びをくれたっていうのがこのビジネスバッグ事情でございました。リハル家のね、リハル家っていうか、まあ私と夫でねそういうことを学びまして、で、まあ、頻繁にカバンは使わなきゃいけないなということで私はこのカバンを使ってて、当初はね、まあ、このリュックで仕事に行く日もあればカゴバッグで仕事に行く日もあればみたいな感じでやっていけばいいかなっていうふうに思ってたんですよ。だってどう考えてもこっちの方が可愛いもんね、絶対こっちのは着物に合うし普通に可愛いし、まあ、これ購入した時のおそらく開封動画は残ってるんですけど、とても奮発したしとても気に入ってるし今でもすごく大事にしてるつもりの、まあ、扱いはできてるか分かんないけど、まあ、大事なんですけどまあそんなわけでね、そういう風になると思ってたんですよ。私もともと着物でリュック背負ってあんまりやったことがなくて、便利だっていうことは分かったんですけどね、リュックが便利なのは知ってたけど、着物に背負う時にそんなに便利になるのかなって思ってたんですけどね、まあ、確かに最初はこの袖ね、特に今上に男の羽織を着てるので余計にね、身厚口がここら辺開き切れてない分ちょっと袖が巻き込まれて邪魔だなっていうのはあったんですけど、まあ正直慣れるともうやめられないリュックだって、両手が塞がらないんだもん、これでいいんだもんね。多分ただでさえ着物姿があの珍しい私が住んでる田舎の町で、着物でさらにどう考えてもなんかリュック背負ってる時点でね目立つのに、こんななんか着物と全然関係なさそうなビジネスリュックみたいなの背負ってて、多分相当異様な光景にあの道行く皆様には映ると思うんですが、まあ、あんまりそういうことはねもう気にしたら負けなんで気にしてはいないという感じですね。なので非常にこれはやっぱリュックって楽だなっていうことを思いましたね。で、まあ、この動画は別にそうリュックの良さを紹介するとかなんとかってわけじゃなくて、私が単純に言いたいこと喋ってるだけ、なおかつ、まあ、帰ってきてちょっと着物脱ぐっていうことをやりたいだけの動画なんですけど、このリュックをっていうか、このリュックっていうより多分リュック全般ですね、着物の上に背負った時にまあいいことっていうのはたくさんあったのは今の私を見てて思ったと思うんですが、デメリットというか欠点としてね挙げられるのはまずエモンですね。こうリュックのこのショルダーベルトがグッとこうなるので、ちょっと着た時よりもここが開き気味になりやすくなるっていうのはちょっと感じますね。それは男物の羽織を着てて、あの繰り越しがないからっていうのもあると思うんですけど、そこはちょっとあるかもっていうのが一つと、あともう一つ、擦れそうだよねこれ、どう考えてもナイロンだからさ強いんだよ、生地がナイロンなのかなここ、まあでも化繊なんだよね、どのリュックでもそうだし、別に化繊を使っているリュックじゃなくてもこの肩に当たる部分には相当のね、この重さ、荷物のね重さが全部かかってくるわけだから、で全く擦れないわけにはいかないわけだから、まあ、着物の生地の痛みが気になるような時は着たらいけない、あの背負っちゃいけないなとかっていうのは思いますね。あんまりもう気にせずに今仕事着で普段着で着てるので気にしてはないんですけどね、今のところ肩そんなにやられてるかっていうとそうでもないので、まあね、あんま気にすることではないけど、でも確かに柔らかものとかリンズとか絞りここぺったんこになりそうだよね。だから絞りの羽織着れないなとかっていうのはあのこのリュック背負って仕事行くときに思ったりしてましたね。なので絞り着るときはやっぱり手下げだなとか、まあその時々に応じてリュックじゃない日があればいいとは思うんですけどっていう感じですね。肩もすれね。で別に木綿の着物とかでを着ればそこまで生地が強いんで気にしなくてもいいのかなっていう気はしますね。ちょっとやっぱリュック背負うとね、襟元の崩れやすさっていうのはあるね。特にあの仕事行く時の重たい荷物、ちょっと容量多めの荷物を持ち運ぶ時は
まあしょうがないんだけどね、崩れやすくはなるかな。でもそれを逆に片手で持つ手提げバッグをどっちかの手だけにずっとかけっぱなしにしてるっていうのは、あの重たいものを片方ばっかりかけてるとなんか体のバランス悪くなるかなとかってね思ったりして、手提げにするときは、ね、右で持ったり左で持ったりこう持ち替えるようには気をつけてはいるんですけど、なかなかねそうもいかないときっていうのもあるだろうし、あくまで自分の感覚でちゃんと均等に左右にあの重さがかけられてるとも限らないんでね、やっぱリュックって便利だなと思いつつね、まあそんな感じでリュックを紹介してみました。本当にね仕事に行くときはね、あのビジネス用の、しかもどちらかというと男性向けっぽい雰囲気のリュックを使っておるという、そういうお話です。もう本当に意識の低さ、おしゃれやる気ゼロっていうのが今のことでもお伝えできたんじゃないかと思っております。で今日は、男物の大島紬の羽織ね、この羽裏がねかっこいいんだよね。これね脱いだ時に一人でなんかいいなとか思いながら見るのが楽しい。はい、鷹の鳥の絵が描いてあるやつですね。を着て、で上に着てるのがこれウールですね。プレタのウールの着物です。今日はあったかかったんだよね。で合わせをさすがに着るほどは寒くないっていうか暑くなりそうだったのでウールにしたっていう、そういう感じですね。で中には一重の証券の長襦袢を着て、半幅帯ですね、博多織の半幅帯して、でさっきあの喋りながら外したんですけど、アームカバーとあと上総木綿 のストールですね。これは1枚だけ、二重に重ねたやつじゃなくて1枚だけのやつで、このアームカバーと上総木綿のストールは行きはつけていかなかったです。カバンの中に入れて持っていきました。行きはね本当に特にあの日が沈んで行くような時間帯だったので、西日が直接当たるようなすごくねあの気温以上に暑さを感じやすいような時間帯だったんですよね。なのでちょっとこれ暑い思いしたくないなっていうので、羽織だけ、履物の上に羽織羽織って、でリュック背負っていくっていう感じで行きました、リュックで。でそうですね、行きはそれでちょっと暑いかもしれない、まあ全然平気だけどぐらいの、 あの体感温度で行けまして、で、まあ、仕事先では羽織脱いで仕事してっていう感じで、で帰る時に来て帰ってきたらすっごいちょうどよくって、ああよかったよかったっていう感じです。この季節ね本当に何着るかどうか、どうやって、ね、防寒とか、ね、防寒とあと暑さ対策っていうのも必要になってきたりして、なんかいろいろね悩みどころと、まあ楽しみどころと言い換えたらでもいいとは思うんですけど、いっぱいあるんでね、なんかいろいろあるんですけどね、私はそんな感じで今日はいい感じだったかなというふうに思っているんですけれどもね。羽織のいいところはあの室内で脱がなくてもいいんで、寒い時は着たまんま着た仕事、あのそのまま仕事ができる、で逆にちょっとこのままだと暑いかもって時は脱いで仕事ができるっていうのはすごくいいなって思います。コートだとねやっぱり着たまんま仕事ってわけにはいかないんですよね、さすがにっていうね。で、まあ、コート違う羽織一回脱いで、で仕事中にちょっともうちょっと肌寒いかもってなったら、あの本格的に寒くなる前にちょっと 着させてもらうっていうこともさせてもらったりとか、まあ、めったにそういうことはあんまないんですけどしたりとかしながら仕事してますねっていう感じですね。で今思ったんですけど、私片付けしないといけないんで片付けします唐突に始まる片付け。そう、今日この着物着る時の着替え動画を撮ってないんですよ。撮ってないってことは要するに時間がなかったってことなんですよ。で時間がないってことは片付けもしてないってことなんで、あの片付けをしてない着物があるっていう、今畳んでますねをやってるっていう感じですね。よいしょ。はい、合わせの大島紬ですね。この子も今シーズンは
あと何回着られるかなというところですね。あとちょっとハッカケが生き始めてる雰囲気、匂いがする、匂いがするっていうか、普通にね、あ、ここから行くんだろうなっていうのが目視で分かる感じになってきちゃってるんで、ちょっとね、補強しなきゃいけないな、本当はこうなる前に何かをしておくべきだったんだけどっていう、そういう状態ですね。よいしょ。はい、かわいいかわいい、大好きです。この色がたまらん、本当に好き。ぜひね、見てほしい、近くで。あの、実物をとか言ってお会いする機会があったら、もしよかったら見てください。はい、よいしょ。で、畳んでいきましょう。よいしょよいしょ、バチ襟なのもいいよね。あ、着物ってやっぱり畳むっていう作業があるのもいいなって思う、ほんと。はあ、よいしょ。最近図書館で本を借りて、今はどうなんだろう、ちょっと前にすごく多分流行ったやつだと思うんですけど、あの、片付けとか、なんか部屋をきれいにするみたいな話で有名な近藤麻理恵さんの、なんだっけ名前忘れたな、なんとかっていう本を、なんとかっていう、なんかすごくときめきますみたいな話が書いてある本を、あの、読んだんですけど、その中で自分の持ち物になんか一つずつちゃんと手で触れて、なんかこう触った時にいいなってときめくかどうかっていうのを大事にしましょうみたいなのが書いてあって、着物ってもうまさにそんな、なんか物を片付けるとか以前に日々生活で関わっていく上で、普通の洋服よりよっぽど丁寧にこう触れたりするっていう機会が多いものだと思うんですよ。これ証券の合わせだから余計にそれはあるかもしれないけど、こういう普段着のね、木綿のやつとかウールのやつとかでも絶対畳むときはこの、あの、証券の合わせと同じように畳んでいくわけじゃないですか。あー、なんか鼻がムズムズしてきて、多分ね、朝に飲んだアレルギーの薬がもう夜だから切れてきてんだと思う。あーっていう感じです。はい。で、そういうのがあるから着物ってやっぱいいなっていう風に思ったっていう、今畳んですごく思いましたね。そうだ、もう一枚畳もう。はい、これはいつだっけ、週の頭ぐらいに撮った動画の時に来たやつだな。だ、結構長いこと放置しちゃってごめんねって感じのウール着物の子ですね。そう、これ着て自転車に乗って買い物と用事済ませるのと、あと図書館に行ったんですけど、月曜日って図書館やってなかった。多分どの地域もそうだと思うんですけど、図書館ってなんか月曜日がお休みなんだね。久しぶりに行ったから、覚えてなくて、そんなことすっかり忘れて、図書館行ったら空いてなくて、あー、そっかー、そうですかー、みたいな感じで、月曜日は帰ってきましたね。まあ、その代わり、別の日にリベンジして、で、さっき言ってたその本を借りて、読んで、あ、着物ってやっぱいいなみたいなことを再認識するっていう、そういうことが今週ありました。あー、そうなんだよ、今日金曜日なんだよ、明日休みだよ。嬉しいけど、明日は別に仕事はあります。仕事はあるけど、土日ってだけでなんか嬉しい気持ちになるのは、きっとね、学生時代からよく訓練されてきたせいだと思います。よいしょ。あー、はい、そんな感じで着物が畳めました。この子もね、なんかちょっと毒っ気のある雰囲気が可愛いんだよな、好きです。でもこのウールもね、もうよっぽど寒くないとなかなか着るって感じじゃないんだよな、最近の気温。ちょっと失敗したら、もっと着てあげとけばよかったな、ちょっと失敗したかもな。でね、まだなんか洗うってほど汚れてるわけでもないからさ、どうしようかなって感じなんだよね。この着物ね、あの、赤の鮮やかさもそうなんだけど、こう黒っぽいところの黒じゃない感じもすごくね、好きで色、この色の絶妙具合がね、なんていうの、チャコールグレーっていうんですかね、まあ、そのなんか絶妙具合がもうすごく良くて、これが真っ黒だと多分私にはきつすぎる
着物になってたんだと思うんですよ。実際そういう着物が柄は違うんだけど1枚あって、それはあの他の方にお譲りしたっていうことが実際あったので、赤黒だとやっぱ私の顔っていうか、まあ私が着るってなった時に私自身がうって圧倒されちゃうみたいなところがあって、でもやっぱり赤黒の組み合わせのちょっと毒気のある可愛い感じっていうのもいいじゃないですか。ちょっと憧れる気持ちっていうのも私あって、っていうのをちょうどよく取り入れられる赤黒、まあ黒じゃないんだけどね、チャコールっぽいあれなんですけどね。なんか白が何百色あるのと同様に黒もたくさんあるとかっていう話がなんかどっかで聞いたなっていうのありますけど、よいしょ。そんなわけで着物を脱いで、違う、脱ぐ前にもう一つ帯を畳んでおこう。引っ掛けたまんまになってるこの子を畳んで、はい、もうねリュックの話はもう終わりましたので、ここもうずっとあの関係ない話になるんで、リュックの話を聞きたいなって思って見てくださってる方は多分もう大丈夫だと思います。すいません、お付き合いいただきありがとうございます。まあ、そんな感じでね、以上、仕事に行ってきたというわけでございます。今日はねなんか着替え動画撮れなかったっていうのをもうそれの通りで、だるかったんだよね、すっごくずっとだるかったんだよな。今週は頭からちょっとね元気に動く日が多くて、そういう予定が入ってたりとかしてね、そういう日が多かったせいもあって、だんだんね週末になるにつれてガス欠起こしがちっていう、そういう感じになってましたね。これは畳むんじゃないわ、ちょっと引っ掛けて干しとくんだったね。はい、干しときます。この帯もねまあ丈夫ですよね、結構締めてるけど、全然なんか端っこがこういうところがさなんかビリってなりがちなんですけど、帯ってっていうかね、劣化してくるとね、そういうのもなく、多少ここの模様がちょっと擦り切れてるかなぐらいで、全然まだまだ現役で活躍してくれる子だと思います。だんだんムズムズしてきた、ちょっと早めに切り上げますね、すいません。で縦締め外してよいしょ、で腰紐外して、今日はね着物脱ぐところまでです。長襦袢は脱がないです、よいしょって感じですね。やっぱりここがちょっとたわんでるんだよな、どうやったらうまくキープし続けられるんでしょうかね。やっぱリュックなのかな、リュックなんか今まで私いろんななんか自分の着付けの不備をいろんななんか着物の構造とか道具のにとかになんか責任転嫁して押し付けたこともあったんですけど、大体ね意外と自分が悪い時しかなかったりして、でも何なんだろう、この今あのスズロベルト1本で長襦袢を留めてるっていう状態なんですけど、どうしてもねなんか着物を着た時よりもスズロベルトが緩く感じる気がする。だから要するに着る時にもうちょっときつめに、気持ちちょっとこれきついんじゃないぐらいで締めた方がいいってことなんでしょうね、きっと。着てるうちに緩むのか、最初の感覚に慣れてきたせいであんまり緩いっていう風に感じるのか、少なくとも着物を着始める時にちょっとキュッとするぐらいで締めておくのがいいのかもしれない。はい、一つちょっと学びましたので、次回余裕があればあのスズロベルトの締め具合っていうのにも気を使ってみたいかなと思います。はい、でこの長襦袢綺麗だね。今更って感じですけどね、改めてなんかパッと見た時におーってなることありませんか。着物でも何でもそうなんですけどね、やっぱこれいいなみたいな感じありますよね。長襦袢のいいところはあの袖がさ、ここ閉じてないんだよね。着物だとあのここ袖口から下っていうのはここからね、袖口から下っていうのは閉じて丸みがついてるんですけど、長襦袢は違う、まあ、場合が多いじゃないですか。ここがだからこう手を下ろした時にちょっと映らないかな、この布のひらひらっていうのが
ちょっと可愛いなって今思ったっていう、着物にはない可愛さだと思うし、ちょっとこのなんかひらひら感がなんていうの、下着ってわけじゃないけど、まあ下着だけどなんかちょっとそういうね、あの普段は見せない部分感が出て、ちょっとリラックス感が出ていいなって今思ったっていう、はい、そういうお話でした。というわけで、まあもう夜なんでいい加減お風呂入って寝ようと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。